2022年9月25日から10月1日。今週発売予定の気になる PC ゲーム。最初は、アウトコアデスクトップアドベンチャー。プラットフォーム、Steam、発売日、2022年9月26日。定価、未定、ジャンル、パズル、日本語対応。プレイヤーのデスクトップ上で展開するのが特徴の謎解きパズル。デスクトップに記憶を失った少女が現れ、様々なギミックを解いて、PC 上に隠されている記憶の断片を回収する。ビットサミットにて、2022年度のイノベーティブアウトローアワードを受賞した作品。デスクトップ上で進行するため、ライブ配信などは自己理想で難しい作品ですね。2作品目、ブラックウィッチクラフト。プラットフォーム、Steam、発売日、2022年9月27日、定価、2050円、ジャンル、アクション RPG、日本語対応。ゴシックファンタジーとミステリーが融合したアクション RPG。兄のたくらむ、レノア復活を阻止するため、妹が伝説のウィッチ、リージアを自身に転生させ、事件の真相に迫る。ダークゴシックな世界観と魔法のカバンを使った多彩な攻撃がいいですね。本作はマルチエンディングとなっており、サブクエストにも新エンドへのヒントが隠されているようです。3作品目、ケイナー、ブリッジ・オブ・スピリツル。プラットフォーム、Steam、発売日、2022年9月27日、EGS 独占解除、定価、4180円、ジャンル、アクションアドベンチャー、日本語対応。臆病な精霊、ロッドが暮らす森を舞台に、精霊使い、ケイナの物語を描く、3D アクションアドベンチャー。ロッドを仲間にして、能力を手に入れ、忘れ去られた村の秘密を、解き明かせ。色鮮やかなグラフィックと可愛いキャラたちのアニメーションが素晴らしいですね。開発元はファン映像を作るほどのゼルダ好きとのことで、その影響は少なからずあると思われます。4作品目、テラインビクター。プラットフォーム、Steam、発売日、2022年9月27日、早期アクセス、定価、4980円、ジャンル、ストラテジー、日本語対応。エイリアンの侵略により、7つの派閥に分裂した地球を舞台とする、ストラテジー。いずれかの派閥のリーダーとなり、地球を支配して、エイリアンにも注視し、宇宙にも進出せよ。派閥は、エイリアンに敵対する派閥や、友好的な派閥など、異なったイデオロギーがあり、自分ならどうするか、考えさせられます。最初から日本語対応しているのは、ありがたいですね。
5作品目。ロスト・イン・ファンタランド。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年9月27日、早期アクセス、定価、未定、ジャンル、ストラテジー RPG、日本語対応。デッキ構築と、ターン制ボードゲームが融合した、ローグライク要素のある、ストラテジー RPG。3つのクラスから、1つを選び、自動生成のミニマルなマップで、毎回違った戦いが、展開する。マップは 8×8 と小さいですが、自動生成の環境や配置、出てきたカードによって戦い方が変わります。またクラスごとにカードも違うので全然違った戦い方ができそうです。6作品目。ドームキーパー。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年9月28日、定価、1899円、ジャンル、アクション、日本語対応。エイリアンの襲撃から、ドーム型の基地を防衛する、ローグライク要素のある、採掘サバイバルアクション。襲撃の合間に、基地の地下を採掘して、資源を集め、基地の防衛を強化しよう。2021年に、ルブムダ048という、ゲーム制作イベントに提出され、1.io にて、無料配信が行われている、ドームロマンティックをベースに、さらなる拡張を行った作品。7作品目。ムーンスカーズ。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年9月28日、定価、未定、ジャンル、アクション、日本語対応。ダークファンタジーな世界観を特徴とする、メトロイドバニア系の、2D 横スクロールアクション。自身の存在に関する謎を解き明かすため、何度もの死を乗り越え、造形主を探す。ドット絵による、ダークな世界観や、滑らかなアニメーションの、アクションが、いいですね。回避や、パリーも重要で、死ぬとその場に、経験値を落とす、ソウルライクな要素もあります。8作品目。ブルーマスター、ビアブルーイングシミュレーター。プラットフォーム、スチーム、発売日、2022年9月29日、定価、未定、ジャンル、シミュレーター、日本語未対応。本格的なクラフトビール作りが体験できる、ビール醸造シミュレーター。自家醸造上設立して、オリジナルビールを開発、醸造して、知名度を上げ、最高のビール職人を、目指せ。2020年発売の宇宙開発経営シム、マーズホライゾンの開発元の新作。ストーリー仕立てのブルーマスターと
自由にビール作りができる、クリエイティブが楽しめる。旧作品名レールグレード。プラットフォーム、エピックゲームズストア、発売日、2022年9月29日、定価、2200円、ジャンル、経営シミュレーション、日本語対応。地球外の植民地を舞台に、鉄道を利用して、産業を発展させる、経営シム。効率的な鉄道網を敷設して、消費と生産を、最適な状態に維持し、工業コロニーに、かつての栄光を取り戻せ。タイニーメタルシリーズに携わった、メンバーの一人が設立したスタジオによる作品。パッと見は海外の作品と思われそうですが、実は開発の拠点は埼玉県にあります。最後は EA スポーツ FIFA23。 プラットフォーム Steam、 発売日2022年10月1日、定価9700円、ジャンルスポーツサッカー、日本語対応。ハイパーモーション2テクノロジーでさらにリアルに進化した FIFA 公認のリアルサッカーゲーム。これまでのモードに加え、女子クラブサッカーを体験できるモードが新登場。1994年より続く FIFA シリーズの新作。 EA が FIFA との契約を終了したため、 FIFA を冠にした作品は本作が最後となり、自作からは EA スポーツ FC となります。今回紹介したゲームはいかがだったでしょうか？ご意見、ご感想をいただけると励みになります。また、気に入っていただけましたら、登録をお願いします。それでは。